なんだって？確かに本当だよ。振られる覚悟ができてるはずだよなって聞いたんだ。まあ、リーゼル。かなれる覚悟で、生きった生きごときに何ができるってんだよ。人類最弱兵器さ。クエスト予想にしてんじゃねえよ。おら、どうして忘れていた暴力と決まった裏切りに満ちた世界。どうしてそうか、麻痺していたんだ。てっきりシステムが俺に殺人を強要する、俺が死ねば困るということか。システムが必要としているんだ。強い俺を。おい、ギュハン、いい加減にすんな。なら、お前らだってそれなりの覚悟があるってことだ。私の判断は、かなれる覚悟ができてるはずだよなって聞いてんだ。リーゼル、状況把握ができてないよ。人類最弱兵器さ。ですので、万が一の場合でも C 級の服役者3人程度であれば抑え込むのは容易です。なのでご安心ください。少しでもか彼らは僕が責任を持って監視しますのでご安心ください。本日のレードでは誰が先頭に立ちますか？ということですの。承知しました。それでは行きましょう。
ジョンホ君。キム、治療。早く治療。モンスターの仕業じゃない。どうせ助からない。何言ってるんですか。最後まで意地でも生き残ってもらわないと恨むこともできないじゃない。下げるつもりだった。キム君、こともできないじゃないですか。ちゃんと頭を下げるつもりだった。早いじゃん。許されるとでも。いいシナリオが浮かんだ。本当はゴブリンに皆殺しにされるというさ。お前たちを先に殺し、それに気づかずボスの相手を射速。そうして僕一人が生き残る。勝てる相手じゃない。私が行く。牛で格上。だが、そこはつく。剣士だ。いや、熟練の身のこなしだ。早く正確。魔法を諦め、剣制度そしておこう。剣を持つ者に背を向けるとは教えている。剣の技術では、魔法使いごとき暗殺系ハンターの速度。嘘。これは悪くなかった。この老いぼれ狐が。またあんたか。何者だ。そんなバカな。孫君、今のは僕の攻撃を2回も止めた反応速度。暗殺警報だ。なら不正登録者ではない。目撃者を生かしておくはずがないからな。再覚醒者。孫君が再覚醒者。二重団長、もしかしてあの雑魚の E 級か。だとすると、二重ダンジョンから生還できたのは。なことをする。囚人たちのことか。あいつら人一人死なせといて何の話のことだ。なぜ殺したか。だったら人思い、被害者のため。嘘だ。お前の本質はそこじゃない。E 級が再覚醒したところで知れて。同じようなスペック、同じような実力でも違う。その差があんたを敗北。出しにすんのやめてくんないか。テムが反応してしまった。あれを殺さないといけない理由がもう一つで。毒あんたのた僕も面白いものを見せてやれや。隠密姿、音、匂いのそれ。もちろん僕がこれを使えるという目の当たりにしよう。生きて帰れた人間は一人も。余計な真似はするな。いつまで喋ってんだ。状態の回復聞いたことがない。あと何度使えるんだ。予測がつかない。怒りを感じることすら無駄か。ただ強い者だけが勝つで、僕の位置だが、正確な位置までは把握できまい。なんだ嘘だろ。ハンターに一般人の常識を押し付けたって無意味だ。この法則は至極当然のことなのさ。あんた一体何なんだ。ハンターだとしたら。
剣を捧げる相手が必要だというなら俺に使う。いなくなった野郎の姿を持って目の前に俺を守って、起きろ。Arise. Reflects how strong they were in life. Arise. What? Arise! Pledge yourself to the man before you. Arise. From now on, you are simply Egress. Thank you.
ぼわ、ぼわ。